ストンとかスッっていう感じだったら、うちのイメージも、ああもちろんこう入ったらスッと抜く感じ。そうそうそう。で、こうなんか最近のこうプレスにしてこう、くの字にな状態で、まっすぐじゃなくてちょっとこう骨盤を前傾させた状態のこの股関節がくの字になるような姿勢で入水するといいっていうふうに言われてるんですよ。で、この理屈としては、例えばまっすぐな状態で入ると必ず蹴り終わりました。で、この座った体から蹴り終わった時嫌でもちょっと上に上がれないんですよ。で、その動きがずーっと働いた状態で入水すると必ず入水した後に足がベロンってこうなっちゃうんですよ。で、それを防ぐために一旦上がった足を元に戻すって動きをやってあげると深く入らずに浅く入れるようになるんですよ。で、これは別で練習した方がいいんですけど、今日ちょっと時間もありますので、ちょっとそれを置いといて、大事な上半身を曲げるっていうのをやったんです。なんで、後ろ足のイメージで、前足のやれるようになったら入水の姿勢もやらなきゃいけないので、一回伸ばされた体を一旦こう股関節をクッと屈曲する動きを入れる練習もしてあげた方がいいかな。そうすると自然に体が入った瞬間水平に保てると思うので、足が深く、体が深く入って足が下にグンっていうのすごく勉強になったので、入水の同じは他で練習した方がいいかなと思います。はい、じゃあ一本ですね、そこのいる日本選手権クラスの一応小山圭一郎と葉岡君だったっけ、葉岡と、ちょ先生で一回一本めっちゃ速いレースみたいです。 25m どんだけ速いかちょっとやっぱり見たいので一本めっちゃ速い、めっちゃ速い、俺より速い。えあーフリーやろ、フリーどうでしょうか。ケイチロもフリーいけるよ。俺じゃスタート行こうか。あ、そう。あ、OK。まあ、無理やろ。はーい、どんだけ速いかちょっとみんな気になるよね。無茶ぶり見たいやろ、でもこんな速いの、9秒台が見たいですよ、僕は。誰かタイムいける？マネージャー、タイム取れよ、タイム。撮影するからちょっと1個だけさ、撮ってね。圭一郎はだってそう習った。で、そうだったかもしれない。この辺じゃ敵なし。うん、面白いと思う。
わ全然違うねあいやいや、はい、拍手。ちなみに何秒やったん？